はじめまして。私の名前はゼンチール・ソフィアです。19歳です。専攻はアニメーションです。今、LCC 大学の学生です。でも、アメリカ人じゃないです。ブラジル人です。アメリカに2年前移りしました。今、日本語のクラスがあって、色彩のクラスがあって、美術のクラスがあります。クラスは面白いです。でも難しいです。私はいつも忙しい。とっても宿題がありますから。レンジ家に住んでいます。うちは私とお母さんとギフさんがいます。これは私の部屋です。入りましょう。漫画と映画は棚の中です。パソコンは机の上です。ヨガボールがありました。でも爆発しました。ここで勉強します。繰り返しはすっごく大事です。日本語をよく練習しています。そして私はぐらい50漢字を覚えます。私は大抵週末に絵を描き、ビデオゲームをしてアニメを見ます。ミシガンの天気が大嫌いです。寒い天気ですから。天気はブラジルで暑いです。すみません。このビデオはすごく面白くないです。楽しましょう。私は名前がありません。人形ですから。でも可愛いです。LCC 大きくない毛があります。可愛い魚があります。でも話しません。どうして？それは何ですか？怖いですね。え、あのフグを見るってください。何を書きますか？中山。その漢字は。わかりません。明日、先生に書きます。あ、以上です。失礼します。